今日はリアルヒップホッパー KTC 放送局の健太店長にお越しいただいております。あ、どうもよろしくお願いします。 KTC 放送局です。お願いします。 KTC さんは川崎出身なんですよね。はい、やからタウンですね。そうですね、まあ川崎ですね。もうそうですね、川崎、はい、そうですね、はい。川崎というとやはり、まあ柄が悪いとか治安が悪いとかそういうイメージがあるんですけど、実際どうですか？そうだね、まあやっぱりそうだね、うん、そうだね、川崎って町はまあそうだね、うん、やっぱゲットっていうか、まあやっぱ工場地帯、うん、まあ俺川崎っていうね町の中でも川崎区っていう本当工場地帯の方に住んでんだけど、まあそうだね、まあやっぱ家の前に植木とか出しててもすぐパクられちゃうし、ああ、パクられるっていうのは盗まれるっていう言葉のかっこいい言い方なんだけど、そうだね、自転車とかもすぐパクられちゃうし、うん、そうだね、もう何でもかんでもパクられちゃうよね。そうだね、友達もパクられるしね。そうだね、うん、そういう街、うん、あー、やっぱり噂通りの柄の悪い地域というか治安の悪い、町なんですね。やっぱ住んでる方から見てもそうですか？そうだね、もう俺は川崎に生まれ、まあ生まれも育ちも川崎で、もう30年以上経つんだけど、そうだね、うん、まあやばい町っすよね。まあね、30年生まれて30年ね、その間にまあオリンピックもまあ12、3回やったしね。そうだね、うん、世界でね、そんな感じ。はあ、まああの、まあやっぱり川崎といえばマッドホップさんだったりとか、あのスカーズさんだったりとか、やっぱりあのヒップホップと川崎は密接な関係があるんですか？そうだね、まあ川崎っつったらやっぱりもうヒップホップなんだけど、まあそうだね、そうだね、まあそうだね、うん、まあそう、そうです、そうですか、はい。まああのやっぱりそういうなんか治安が良くない街ということで、やっぱりあの常日頃からなんかやばいこととか結構起きたりしてるんですか？やばいこと、そうだね、まあそうだね、結構昼間からやっぱりもう薬物でおかしくなっちゃってる親父とか、やっぱまあそうだね、若いねやつだとか結構その辺で規制上げてたりとか、もう救急車のサイレンとかも本当に毎日聞くしね。そうだね、まあそうだね、カーリングだね、うん、最高だね、やっぱり、うん、羽生結弦とか、うん、そうだね、こうすげえよね、うん。あ、川崎の話か。そうだね、まあとにかく物が盗まれる街、うん、そうだね、はい、なるほど、はい、よくわかりました、ありがとうございます。そんなヤバい街で暮らす KTC さんもかなりのヒップホップだとお伺いしてるんですけども、そんな KTC さんのご自分のヒップホップなところをお聞かせください。俺、まあそうだね、俺っつったらまあもう言わずと知れた、まあヒップホップ、うん、なんだけど、まあラップができるわけでもないし、ブレイクダンスができるわけでもないんだけど、まあそうだね、うん、まあ、何がヒップホップかっつったら、まあそうだね、俺の中での一番のヒップホップはまあジャンクフード、うん、そうだね、ジャンクフードが好きってとこが一番俺の中でのヒップホップ的要素かなと思うね、うん。ハンバーガーとかめっちゃ好きで、帽子とかね、これロンハーマンこの間言ったんだけどね、ハンバーガーの帽子買っちゃうぐらい、そうだね、うん、ヒップホップだなと思いますよね、うん。昔マックにね、一つのマックに6時間とかいたことあるしね。そうだね、まあやっぱりそこら辺はヒップホップとして譲れないなっていうのはあるね。ピザとかハンバーガーとかホットドッグとか、うん、そうだね、そういうジャンキーなものがやっぱり好きだし、まあどんどん取り入れていこうかなっていうふうに未だに思ってる、うん、未だに思ってる、そのやっぱ未だにってのが
やっぱりリアルヒップホップ、かなって俺は思うね。いまだにっていうのがやっぱ大事っすよ。過去の栄光なんて知らねえんだよ、俺は。いまだにハンバーガー摂取しまくってるってところが、俺はヒップホップかなって思うんだな。ハンバーガーですか？そうだね。ハンバーガー、ジャンクフードですか？ジャンクフードがヒップホップということですか？まあそうだね。そうだね。なんていうかな。まあそうだね。簡単に言うとまあそうだね。まあそうです。なるほど、そうですか。わかりました。ありがとうございます。やっぱり KTC 放送局さんの学生時代はやっぱり悪かったんですかね。そうだね。まあ俺の中学校の時はただのおちゃらけ、俺は別にヤンキーとかじゃないし、不良とかでもないし、ね、喧嘩だったとかでもないし、ただのサイコパスでした。そうだね。まあなんていうか、このいでたちから見るとね、なんかちょっとやばそうなやつだなって思うかもしんないけど、ただのサイコパスでした。全然ヤンキーとかでもないし、不良とかでもない。俺はただのサイコパスでした。ね。全然、ほんと。そうだね。まあ、強いて言うなら、そうだね。100円ローソンの一番でかい弁当、いっぺんに2つ食ったりとかしたとか、そういうまあエピソードはあるけどね。シュークリームその後、まあ1日シュークリーム最高で俺12個食ったことあったからね、そういうエピソードはまああるよね。そこはまあヒップホップ、リアルヒップホップとして譲れないかな。オリジナルギャングスター OG、俺の中の OG はやっぱりシュークリーム10個以上からじゃないと OG とかそういうの語っちゃいけねえと思うんだ俺は。やっぱりリアルヒップホップはシュークリーム10個からだぜ。おっと危ねえ、中指立つだったぜ。ピース。なるほそんど、な感じ。シュークリーム、はい、ありがとうございます。KTC さんにとって川崎って街を一言で表すと、どんな街ですか？川崎って街か、一言で言うなら、まあそうだね。川崎、一言そうだね。まあ、川崎は、そうだね。まあ、そうです。まあ、なんていうか、そうだね。もう、それだね。それだまさね、にそれだね。まさに。イエー！イエー、ありがとうございます。まあ、そうだね。まあ、後半そうだねしか言ってないですけど、そのピエロマスクは一体、どこで買われたんですか？トレードマークのピエロのマスクは。そうだね。そうだね。まあ、そうだね。まあ、エサグさんの言葉を借りとしたら、サウスサイド、ベイビー。サウスサイド。いや、そのピエロのマスクをどこで買われたのかなと。お店と、これサウスサイド、ベイビーじゃない。これあれ、ドン・キホーテ、ベイビー。ドン・キホーテなんですね。なるほ違ど、う、なごるめんほなさい。これ、ビレッジ・ヴァンガード、ベイビーだ。ど。わかりそうましだた。ね。まあ、もうこんなことしてる暇ないんだけど、インタビューちょっと長えな、インタビューな。もうすいそろまそろせん。巻いてくれや、もう。すいません。これ以上、どんなヒップ、俺からヒップホップ引き出してんだよ。すいません。もう一つだけ聞きたいんですけども、KTC さんにとってのヒップホップとは、一体どういうものでしょうか？そうだね。まあ、俺にとってのヒップホップとは、まあ、そうだね。痛みかな。痛み。ヒップホップは、俺は痛みが根底にある音楽だと思ってて、よくね、なんかよくわかんないけど、ラップがうまいだけで、すげえ、なんかヒップホップ
グループの、なんか最近、なんかいるじゃないですか。ラップが上手いだけみたいな。それはヒップホップじゃなくて、ただラップが上手いだけで。音楽的手法のね、ラップっていうのをただ取り入れてやってるだけで、俺はヒップホップグループだとは思ってないんですよ。ヒップホップっていうのはやっぱり根底にあるのは痛みなんですよ、多分。クソったれっていうね、クソったれな人生に対しての、このクソったれって気持ちをマイクにぶつける。リングにぶつける。フリースタイルの相手にぶつける。楽曲にぶつける。それで、その痛みをね、なんていうか、発散するっていうか、わかんないけど、そういう叫び、心の叫びみたいのがヒップホップの根底に、俺はあって然るべきだと思うし、それが本当リアルヒップホップだと思ってて、ただラップやってればヒップホップかスタローはそうじゃないと思うんですよ。あとはまあやっぱハンバーガー食ってか食ってないかじゃないですか。ハンバーガーも食ってねえやつは、チャラけっすよね。ピクルス抜きてとかね、もうそういうのはもうないんですよ。ピクルスマシマシで、やっぱヒップホッパーだったらね、リアルヒップホップ語るなら、ピクルスマシマシでってマックで言わなきゃダメっすよ。それで増してくれるかどうかは別として、ピクルス抜きでっていうぐらいだったら、もう、バンズとパティ抜きでって言っちゃった方が、俺はヒップホップかなと思うんですよね。ね、もうバンズとパティなかったらもうね、サラダやん。ハンバーガーじゃなくてサラダやんっていうね。そう、それがヒップホップかな。ね。そうですね、それがヒップホップ。いや、吉野家とかでもネギ抜きとか言う人いるけど、まあ、俺はあれはヒップホップじゃないと思ってて、もうマシマシで、とか、もうネギ抜きっていうぐらいやったら、もう吉野家に行っても、牛丼のもう、ご飯と、肉抜きで。それがヒップホップですよね。玉ねぎやんっていうね。丼に襲われた玉ねぎやんっていうね。それがヒップホップ。じゃない？ヒップホップだね。それがヒップホップ。俺が思うヒッそれプホップが、はそピクルスマシマシかヒップホップ。ピクルスマシマシがヒップホップ。う。ヒップホップだね。ケンタ店長式ヒップホップはもうピクルス抜きでって言った時点でもうピップポップ。もうピクルス抜きでって言った瞬間ピップポップになっちゃうよね。もうヒップホップではない、それはピップポップです。ピクルス抜きにしてる時点でもピップポップですね。ピップポップって何かって言ったらもう、ピップポップです。まあ、あとこのインタビュー通して思ったことは、このマスク、顔が可愛くてもね、こうやって描くしかないなっていうね。こうやって描くしかないっていうね。この辺とか絶対描けないですよね。このマスクの欠点が見えてきた、インタビューを通して。それがヒップホップ。そういう、やっぱりその、リアルなことを、なんていうか、こう、通していく中で、ここからね、ここの辺に、まあ、この辺か、に、インタビューの出発点があるとして、ここが終着点だとすると、ここまで、こう到達するまでの過程に、ここに、気づきがある。それがヒップホップ。顔が描けねえなって思った時点でもヒップホップ。ここの顔からここまでで何も感じなかったら、ヒップポップ。なるほど。なるほどですね。じゃあ、まあ、最後に、KTC さんにとっての川崎とは。川崎？もう最高だね。川崎はもう最高ですね。ぜひ、ほんと来てほしい。俺はもう今仕事が忙しくて、ほんと地元の川崎から出れないんで、ぜひ遊びに来てほしい。別に遊びに来たからって俺が相手するわけでは一切ないんですけど。まあ、川崎ってこういう街っていうね。ただね、ちょっと気をつけてほしいのが、危ないとこには行かないでほしい。やっぱね、まだ、女性が一人で歩くとやっぱ危ないとことかあるんで、それは駅とかじゃなくて、駅の方の繁華街でもあるんですけど、海側の方で、港っていうかその、工場地帯の方で、
いや、本当にそこは夜一人で本当だったら歩かねえよっていうところも、最近新しい町から結構引っ越してきてる人たち分かんないから歩いてるんですよ。え、そんなとこお前一人で夜中歩いちゃ危ねえよってところに結構若い女の子とか歩いてるんですけど、それだけは本当にやめてほしい。危ないから、マジで。さらわれちゃうよ、本当に。俺の妹とかもね、結構車に詰め込まれそうなことは結構あるし、そう。やっぱね、明日のでも今そうこいれうまでね、眠り続けられリるスクは薬孕んがで欲る街ですしい。よ。まあ、ハラミ。リスクをはらんでるっていうか、ハラミ。ハラミ丼ですね。カルビ丼よりハラミ丼。そうだね。それがヒップホップ。やっぱハラミ食ってなんぼっしょ。ね。ハラミ食ってなんぼっすよ。あともう、俺、ダメなの、たこ焼きにマヨネーズかけない時点でもうヒップホップじゃないなって思っちゃうんですよ。で、たこ焼きにマヨネーズかけると、こういう大胸筋がつくんですよ。こう、川崎、ね。ちょっと、これインクラインが全然しょぼいんだけどね。ね。ははー、これがヒップホップ。たこ焼きにマヨネーズかけるとね、やっぱヒップホップだなっていうね。思うんだよね。俺はね。たこ焼きにマヨネーズ。なるほど。なるほそんど。な感じですね。なるほど。でも今日はありがとうございました。KDC 報道局でさんでした。どうもありがとうございました。また、普通の僕の動画の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。またお願いします。ベイビー。